皆さんこんにちは。今回の動画はですね、おっちゃんが今飼育している外国産のヒラタ、これなんやけど、これね、スマトラヒラタアチェなんやけどね、これをね、おっちゃんの方で今期ね、産卵セットを組んでですね、8月13日割り出しをしたんやけど、その時にね、もう初二例が何頭出てきたんかな、21、2頭出てきたんかな。それでね、もうバタバタおっちゃんの方で禁止瓶を詰めてですね、用意したんやけど、これね、見てもらったら分かるように、2例掛け3、このね1400のボトルにね、とりあえずね、数が多かったもんやけ、ほんと思いのほかね、数が取れたんで、禁止瓶が足りんことなってね、この1400のボトルにですね、8月の13日にですね、こんな感じで1、2、3箇所2例をね、3頭この中に入れてですね、管理しとったんやけど、それがもうね、こんな状態、もうこれはね、さすがにこの状態で3頭はやばいんでね、ちょっと今回はですね、このボトル、これをですね、掘り出してみようかなと思います。そしてね、掘り出してオスメスの選別をしてですね、新しい禁止瓶の方にですね、入れ替えようと思います。でちょっとね、早速作業していくわけやけど、3頭ね、この中に入っとんで、全部が全部ね、生きとうかどうか分からんけど、星になっとう可能性もあるんでね、ちょっとやってみようかね。ちょっとね、今からこれね、実際にちょっと掘り出してみようかね。運が良かったらね、3頭とも元気に育っとうと思うんやけど、運が悪かったらこれ1頭2頭落ちとう可能性もあるんでね、早速ちょっとね、掘り出してみようかね。もうね、思いのほかほんと今回はね、数が取れたんで、禁止瓶の方がね、おっちゃんの方追いつかんで、こんな状態になりましたね。まあでもね、入れた当時は2例の初期やったんでね、おそらくこれ大丈夫と思うんやけど、結構もう大きくなっとうと思うんよね。ああ、おったおった、ここまずここ1頭出てきたね。これここおるね。メスやね。もう3例もこれ後期かな、後期ぐらいまでなっとうね。ちょっとこれね、カップに入れていこう。これね、とりあえずここ1頭ね出てきた。あとはここおるね、ほら3頭無事だ、無事やったらいいけどね。おるわ、ここ。あ、これもなんかメスっぽいな。全部メスか。あ、ほらおった、メスやね。落ちてきた。メスね、これ
全部メスかな。あと1頭ここに、あ、おったおった。とりあえず3頭無事やね。無事に3頭育ってます。ただね、全部、あ、出た、落ちてきた。これはこれはこれオスやな。でかいわ。ほら、これがメスの幼虫なんやけど、ちょっと比べようかな。これがメスの幼虫、そしてこれね、ほら、もう明らかに頭の大きさが違うね。これ、これはオスやね。よっしゃ。まあでもね、3頭無事に生きとったんでよかったね。ちょっとこれね、幼虫の体重グラムの方をね測ってみようと思います。今出てきた幼虫3頭ね、これ今からねちょっと体重測ってみようかね。まず1頭目ね、これ14g やね。これが 14g で、これはこれもメスね。これが 13g。 そしてこのオスね、まだね3例中期ぐらいなんで、これまだどんどん大きくなるね。まだまだやね。これ、これが 28g、 28g まで上がっとるね。ならこれをですね、ちょっとね禁止瓶の方にね入れていこうと思います。入れる禁止瓶はね、とりあえずこれ800、802本と、これね、これに今回入れていこうかね。一応ねオスメスがわからんやったけ、こんな感じでね4本ねおっちゃんの方で用意しとったんやけど、これをねこの幼虫3頭ね禁止瓶の方に入れていこうと思います。じゃあちょっとねバタバタっとちょっと禁止瓶の方にね入れ替えていこうと思います。この禁止瓶はね、お茶の方でブロックをですね砕いて、この800の瓶と、それとこっちのね大きい方は、これ1800ぐらいになるんかな、ガラスのねだるま瓶、これにねブロックを詰めたものなんやけど、もう数がかなりおったもんやけね、今回ほんと全く間に合ってないね。まあ、とりあえずで3頭ねまとめて入れとったけど、今回無事に育っとったけよかったね。入れ替えるのはね、もうこんな感じで、もう幼虫の大きさに合わせて、幼虫よりもね少し大きくね穴を掘ってやってですね、こんな感じ。そしてね幼虫の方は入れていこうと思います。あまりね小さい穴やったらね幼虫の方が
もうその小さい穴にね無理して潜ろうとしてですね、うんこを幼虫がうんこをいっぱいしてね、あっという間に1グラム2グラム3グラムぐらいはね痩せてしまうんでね、この作業はね素早く手短にね終わらせた方がいいと思います。こんな感じやね。そしてねこれはねもうね先におっちゃんの方でねこんな感じで穴を掘ってます。これにね早速幼虫の方を入れていこうと思います。これで見やすいかな。とりあえずこれがね 13g の幼虫やね。これね、そしてこれが 14g やね。そしてこれがほらもうこうやって作業しよる間にね糞をしとるね。これ 28g やったけど糞しとるけね、27グラムぐらいまで痩せとるね。もうこんな感じでねすぐ糞をしてしまうんでね、ほんとこの作業は素早く手短にね終わらせた方がいいと思います。まあこんな感じでねとりあえずこのね1.8 やったと思うけどな、これ今回はねこのダルマ瓶の方にですねお酢は入れてみました。今後ねこれがどこまでねグラムが上がってくるかわからんけど、とりあえずね今回はねこの3頭1本のねこのボトルこれにね3頭まとめて入れとったんで、おっちゃんの方はねかなり気になっとったんで、とりあえずねこれで一安心かね。そんな感じやね。あとはちょっとこれをね前の古い菌糸カス、これをね新しい菌糸瓶の方にそれぞれね入れてですね作業は終了ですね。あでもよかったね。当然ね3頭このまんまじゃ確実にねまともに帰ってこんので、今回は3頭全部ね無事に入れ替えることができました。またねこの続きのね動画はねおっちゃんの方で様子を見ながらですね動画の方撮れればですね新しくアップしていこうと思います。あよかったよかった。これでねとりあえず今回の作業終了となります。というわけで今回ですねおっちゃんが飼育しているスマトラヒラタ、まあおっちゃんがね無理やりこのボトルにね1400のボトルに割り出してすぐ2例を3頭まとめてぶち込んどったんやけど、そのね掘り出しをして無事にね3頭新しいこのねそれぞれの禁止瓶にね移し替えることができました。またねこのスマトラもね無事に浮かしてきましたらですねその動画もねアップしていこうと思いますので、皆さんね
ご視聴の方よろしくお願いします。そしてね、この動画良かったよ悪かったよなどのねコメントもお待ちしております。高評価いただけると嬉しいです。またよろしくお願いします。